調整3号 B は中華人民共和国の衛星、打ち上げロケット。中国語での正式名称は、調整3号 o t である。英語では、ロングマーチ3バイトやチャンジャン3バイトと表記し LM-3B、CZ-3B 等と略される。1996年に導入され、四川省の最小衛星発射センターの第二車場から、打ち上げられた。 4段目に外部取付式補助エンジンを持つ3段ロケットであり、調整系列で最も能力の高い調整3号系統でも最重のロケットであり、対地同期軌道の通信衛星の打ち上げなどに利用されている。増強型の調整3号 BE は2007年に導入され、ロケットの静止トランスファー軌道への輸送能力と重量級の対地同期軌道通信衛星、 打ち上げ能力が向上している。また、中規模能力の調整3号 C の開発、元ともなっており、調整3号 C は2008年に初飛行を行った。2015年9月時点で、調整3号 B 系統は29回打ち上げが行われており、27回成功、部分的失敗を含め2回の失敗となっている。調整3号 B の図。 液体ロケットブースターが4機取り付けられている国際対地同期機動衛星市場の需要に合わせた調整3号 B の開発は1986年に始まった。1996年2月14日のインテルサット708を搭載した初飛行の際、ロケットは飛行の2秒後に誘導の失敗に直面し近くの街に墜落し、最小で6人の住民が死亡したとされ、 外部の見積もりでは、全域で200人から500人が死亡したのではないかと、される。しかし、それ以降の著者は、墜落現場は、発射前に、立ち抜きがなされたことを示唆する証拠を理由に大規模な死傷者を除外している。調整3号 B と3号 B、E は、その後1997年から2008年までに10回、打ち上げ成功している。 1997年のフィリピンのアギラ2号、衛星は、調整3号 B ロケットの一部が正確な軌道への投入精度が悪かったために、到達のために、衛星搭載燃料の利用を余儀なくされた。2009年には、調整3号 B は3段目の異常によって、打ち上げの部分的失敗に陥り、インドネシアのパラパティの予定軌道への投入に、失敗した。しかしながら衛星は、 自己搭載燃料によるマニューバーで計画軌道に移動している。調整3号 B 系統のロケットはいずれも現役であり、2015年10月現在までに27機が打ち上げられ、25回成功している。2013年12月、調整3号 BE は中国発の月面着陸機と月面車玉都号を搭載した乗馬3号を打ち上げ、 月戦移軌道への投入に成功した。調整3号 B は調整3号 A を元にしており、4機の液体ロケットブースターが第1弾に取り付けられている。低軌道へ1万2 0 0 0ラム静止トランスファ軌道に5 1 0 0ラムの輸送能力を持つ調整3号 BE は調整3号 B の増強型であり、拡大型の第1弾とブースターが搭載され、 GTO への輸送能力が 5500kg に拡大している。初飛行は2007年5月13日に行われ、アフリカ初の対地同期機動通信衛星となる、ナイジェリアのナイジェコンサット -1 の打ち上げに成功した。2013年には中国初の月面着陸機と月面車玉クト号を搭載した、ジョーガ3号の打ち上げにも使われている。 調整3号 B の近代化版である調整3号 C は調整3号 A と調整3号 B の輸送能力の隙間を埋めるため1 9 9 0年代半ばから開発が始まった。これは設計は調整3号 B とほぼ同じであるものの、ブースターが2機に減らされており、このため打ち上げ能力は GTO で 3800kg に減っている。2008年4月25日に、 諸女飛行が行われた。1996年2月14日、インテルサット708を打ち上げる予定であった、調整3号 B の初打ち上げは打ち上げ直後に、ロケットが振動を変え、打ち上げ23秒後に地面に直撃して爆発して、失敗した。最小で6人の人々が亡くなったとされる。事故原因は打ち上げ時のロケットの誘導機関ソフトウェアの短絡とされる。 2009年8月31日、パラパディの打ち上げ時、3段目エンジンが想定運用を下回り、衛星が予定軌道よりも低い位置に投入された。衛星は自らのエンジンを利用して悪状況を改善し、対地動機軌道に到達したが、寿命は10.5年に短縮された。調査によって、エンジンの液体水素発生器が氷によって閉塞されたことで、 エンジンのガス発生器がほどけ落ちたことが分かった。ありがとうございます。